はい、続いては商店のこと。有吉さんが司会のうんこクソ丸さんになって笑点っぽいことを行います。うんこクソ丸さんになってないけどね笑点っぽいことは言ってって言ってないけど、ね、違うんすか、うんこクソ丸さんじゃないじゃない、はい、有吉弘行ですからいやいや、まあ、そんな急にまともに知ってますけど知ってます。コーナーの時だけうんこクソ丸さんに変身するんじゃないかな。うんこクソ丸じゃないですから僕。あ、そうなんですか。失礼しました。急にまともになりました。失礼しましたじゃないんだよラジオネームジーザスアベレ。山田くん、私に例のことを。フェラチオの秋とはよく言ったものですが、ここで今やってるように山田くんが皆さんにフェラチオします。そこで私がどうだい気持ちいいかいと聞くので、それに返してに、あ、行く、いった CM です。いった CM ですなんて言わないだろ。言わないですよね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。皆さんこんばんは。笑点の時間やってまいりました。司会のうんこくそ丸です。どうぞよろしく。それでは演芸に参りましょう。ハゲて喋ってしまかって、愛人の南こうせつとセックス三昧。歌詞ができずにルールーラーラー言って金稼ぐ。主戦度ハゲじじい、さだまさしさんです。そう、一緒って。まあ、漫談相当面白いだろうな。ラジオネーム、希望の船。本日うんこ草丸さんに代わって司会を務めさせていただく小向井美奈子でございます。これから私が童貞の皆さんに寸止め手こき100連発をお見舞いいたしますので、童貞の皆さんは大量のカウパーを出してください。私が皆さんのカウパーを集め、山田くんの顔面に塗りたくりながら彼を罵倒しますので、それを見ながら何かユニークな方法で射精していただきたい。変わったな笑点も。だいぶイメージ変わりますね。写真勝率上がんのか下がんのか。どうすかね、難しいですねこれ。いつも見てる層は離れる。そうね。ラジオネームセミの裏側。さあお待ちどうさま、大喜利のコーナーです。まずはメンバーのご挨拶から。何でも最近は妖怪ウォッチってなものが子供たちの間で流行ってるそうで、悪いことをしたら何でも妖怪のせいにするのがちょっとした社会問題になってるそうです。いやー、羨ましい世の中になったもんですね。私も次警察のお世話になりそうな時は妖怪のせいにしようと思います。トツカテヨットでございます。古いなぁ。トツカヨットスクールの相当前ですよ、ね、古すぎるだろう。理解しろ。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。最近君に知らずして選挙行くべからずなんて政治標語が世間で話題となっていますが、そこで皆さんにはペッティング中の部屋に間違ってラーメンを届けに来た店員やっていただきます。まず皆さんからどうもラーメン屋ですと言って部屋にラーメンを届けに来てください。そうしましたら私が一体どうやって入ってきたんだいと尋ねますので、続いて何か一言どうぞ。はい、早かった矢口さん。どうもラーメン屋です一体どうやって入ってきたんだい。うるせえ仕返しだよ。山田くん、彼女クローゼットの中にしっかり隠しといて。無言になりました。こいつもスタンドの能力。ラジオネーム満腹亭なり。人肌恋しくなる季節でございます。こんな季節は天下を噛んでいきたくなりますな。そこで皆さんには高温に温められた天下をお渡ししますので、 G 行為お願いします。行きそうになりましたら手を挙げていただいて、私が行ってちょうだいと声かけますので、面白い一言聞かせ願いたい。お、早漏ですね、翔英さん。行ってちょうだい、翔英。痛い。山田くん、翔英さんに救急車呼んであげて。難しいな。ラジオネームラッパザキバチョフ。今日は笑点スペシャルということで、特別なメンバーでお送りしております。左から市川海老蔵さん、一茶さん、佐藤健さん、小栗旬さん、中村獅童さん。というチンコでしか物事を考えられないクソやりチンゴキブリどもを集めてみました。あれ、山田くん、小栗旬さんは、はい、今女とトイレでセックスしてます。山田くん、混ざって 3P してきなさい。山田くん、させてもらえないだろう。しようね、ラッパーザキバチョフ。秋といえばスポーツの秋。しかしスポーツをするには最適な時期だからといって水を飲まずに運動し続け、脱水症状を起こす人も多いそうですね。そこで皆さんには脱水症状の人になってもらって倒れてください。
そこに私が行っておしっこを口に入れて飲ませますから何かおっしゃってください。長いけどでもか。はい、早かった、小遊三さん。お、なんか倒れてる人がいるぞ。おしっこ飲ませてやろう。じゃあ。ごくごくごく。うん。グッドテイスト。山田くん、小遊三さんに私のおしっこ入りペットボトル50本差し上げて。いい感じだな、本当に。